発達障害を良くする方法。今日は浦島ちゃん先生の元に質問が来てるぞ。僕は発達障害なのですが、注意多動症が無くて困っています。何か良い対策はありませんか？有酸素運動。発達障害って基本的に治らないというか、生まれた時からそういう状態なのでって言われてるけど、唯一改善する方法は薬じゃない、有酸素運動、ね、運動することによって発達障害がすごく良くなるという研究が最近ちらほら出ていて、例えば座ってるっていうのが一番良くないんだけども、 ADHD のね、子供を座ってるともう本当に5分ぐらいしたらすぐ立ち上がって授業妨害したり、授業受けられないっていう子供がいて、スタンディングディスクでずっと立たせて授業を受けさせたら、なんと最後まできちんと受けたっていう研究があったりするのね。だから座ってずっとさせるってことが一番大変だけども、立たせてるだけで結構集中力が高まったっていう、そういう研究があった。基本的に有酸素運動をすることによって BDNF っていう脳を活性化する物質、脳のネットワークを緻密にする物質だね。だからもともと神経の働きが悪いわけだ。だけど我々は生まれてきた時の神経の細胞の数じゃなくて、その後に神経がネットワークを構築するわけだね。このシナプスって枝が枝とこうくっついたり、こうやって連絡をして、いろんなこのネットワークをどん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 広げていくことによって、いろんな能力っていうのを獲得していくわけね。だからその部分を広げていくことで、もともとの神経の働きの悪さとか発達障害の部分っていうのを後からのネットワークによって補完することができんじゃないのっていうことで、運動すると結構良くなるじゃんっていうのが今言われていて、そのために必要なのが有酸素運動。だから発達障害で悩んでますって方いたら、週3回で1時間ぐらいの有酸素運動はまずしっかりとやるべきだと思うよね。おそらくやると今より絶対良くなると思う。普通の人でも運動きっちりすると集中力が上がるので、特に運動した直後の1時間とか2時間はものすごい集中力が上がるので、しっかりと運動すると集中力が高まるということはもうかなりよく分かっていることなので、ぜひ発達障害の人っていうことはまずやるべきことは運動。皆さんのお子さんが発達障害の疑いがありますということがあったら、病院に連れていくより前にもちゃんと運動させるということでね、外遊びをさせたり、あるいはスポーツクラブみたいなのに入れたりね、定期的に運動させていくということをまずすべきなので、逆に言うとそれは病院に連れていくか連れていかないかにかかわらず、もうマストですね。発達障害に対して運動をやらせていくというのはもうマスト、もう必須というふうに考えていただけるといいかなということで、運動をやりますか、発達障害放置しますか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。